はい、皆さんこんにちは、あちでございます。三国志3ですね、やっていきたいと思います。あ、そうか、今回宗神さん、あら、私宗神さんまた総大将にしちゃってるね。あ、しまった、まあいいか。じゃあ宗神さん一番ケツね。でカコートンさんが先頭で、でテイクさんで、キョチョスさんは馬だからこっちだね。で右翼はね、カンお兄さんとチョウンさんに任そうと思ってるんで、でカコインさんね、でチョウンさんこっちの、カンお兄さんこっちね、でシバイさんがこっちかな、でアチョスさんね。さあ評論はね、宗神さんケツで見ますよ。ということは宗神さんを馬にして大失敗だね。お、ゴイさん捕らえましたよ。あ、捕らえました。長儀さんね、ボタンさんっていうものかな、さっきの人ね。ああ、もう皆さん退却だね。これまたあの空白地取られてると思うんでね、退却で空白地取れるってなんか不思議な感じだね。さあ、さすがの生徒ですね。もうちょっとした要害という感じにしますけど、さあカコートンさんね、あの知力を優先させたんですけども、てっきりね芝居さんあたりが2番目に来てくれるかなとか思ったんですけど、そうでもないみたいですね。順番だけかな、あの国に回ってくるね。で花公園さん、はいはいと。でチョーンさんは、あ、しまった、なんでチョーンさんを一番最右翼にしたんだろう。ということでカンお兄さんこっちだね。ふぅ、果たしとしたことが捕獲、ほんと捕獲やわ。うわー、減った減った。ということは落とし穴もう一個ぐらいあるか。いやー、あ、なんだろう、血の気が引いちゃった。あ、どうしよう、なんかもうダメな気しかしないような時だ。あー、カンお兄さんちょっと痛いな、それ。これ落とし穴もう一個あるよね。カコートンさんが落ちるな、これね。え、これ絶対落ちるわ。あ、いけてる、すごい、奇跡だわ。あ、しまった、なんでテイクさん先に行かせたんだろうね。うわー、落とし穴つらかったな。カコインさんね、はい。チョーンさんは、あ、素直にこっち行きましょうか。うわー、痛かった、カオニさん痛かったな。芝居さんも乗り越えられないからこっち行きましょうね、はい。すごい血の気引いちゃった今の、あの落とし穴で。すごいコミカルに出るんですけど気分は相当見えるからね、あれ。もうなんかね、なんか落ちちゃったみたいな感じで出るんですけどね、兵の減り方はだいぶ減るんでね。あ、まいったな、落とし穴誰も行ってくんなかったね、うちの軍師は。さあ、あまりショックな出来事だったんで、今何体なの。ああ、13万対4万5000か。でも13万で減ったんだね。あらら、もう参っちゃった。あ、でもこれ移動の順番若干変わってるよね。さあ、いけるかな。ああ、訓練が100ないもんね。まあ、いったな。まあ、兵糧たんまりあるんでね。いつまでも付き合うことできますけど。さあ、宗神さん、あ、ぼーっとしていきましょう。カコートンさんね、どうしよう、テイクさんで攻撃していいかな。あ、ダメだね、ヘリが悪いわ、ヘリが悪かった。はい、うわ、すごく渋滞してるね、これね。お兄さんダメだったね、もう一回チャレンジしましょう。いやー、参ったな、ほんと参っちゃった。
もう援軍来ちゃって援軍が背後から着く方が早いかもしれないね。さあもう一発休憩ね。45でしょ。ちょっとテイクさん下げましょう。こうしちゃいましょうね。すごい渋滞。できればね横並びで行きたいんですが、あ、行けた、よかった、行けないと思い込んでちゃった。落とし穴怖いんですよね。もう出てこないかもしれないけど、あまりね隊列乱したくないんですよね。はい、総人さんボートしましょう。はいはいと、これで開くね。はいはいはいと。え、あ、兵が少ないのかな。1枚いなかったもんね。さあまあカウニさんもねこっち開けちゃいましょうね。開ける段取りでいっちゃいましょう。20万超えちゃった。なんか無駄に呼びすぎたかな。ちょっと派手に行きたかったんですけどね。さあ開けましょう。はい、でテイクさん休んで、よいしょしょしょと。でジョコウさん7、あ、いけるね。一応ね塞がない程度に入っちゃいましょう。でこの人塞いじゃうんで一度ここで止まりましょう。よし、さあカウニーさん一発休んで、もう一発超える感じでね。そうそう先生間に合わないかもしれないねこれね。あ、拡張さんね、もうこっちだね。あ、でも待てよ、これ一人しか行けないだね。あれが悪いね。おお、タイシーさん8だからタイシーさんも抜くこと考えよっか。あ、こっちの舞台の方がいいわ。あ、落とし穴大丈夫。あ、すごくいい、全然いい。どうしちゃう、夢広がっちゃうね。よいしょ、はい、さあ、ソウジンさん、やっと動き。そっちじゃないよ。じゃあ、カコウトさんね。よっかいしょ。で、テイクさん。よいしょ、よいしょ。で、キョチュさんね。よいしょ、よいしょと。あ、ジョコさん、開けに行きましょうか。そうだね。ジョコさんで開けに行きましょう。で、花公園さんね、馬の方がいいかなと思ったんですけど、ちょっと馬離れてんでね、思ったより離れて、いける？いけたら笑っちゃうけどね、ダメか。やっぱ訓練で大事だね。一応攻撃しときましょうか。多分、タイシーさんら、難なく入るんだろうね。これも開けてくれるんで、待っときましょう。で、カンネンさんね。カンネンさん、こっちから入っちゃおうか。ね。で、カクさんは6しかないで。いや、これすごいわ、本当に。すごい数になってるね。もう、兵足さなくていいかな。いい気がしてきちゃったんだけどね。よいしょ。で、テイクさんね、後ろ。で、キョチョさんね。よいしょ。で、ジョコーさんね。届かないな、もう一歩か。で、花公園さんが、よいしょっと。で、チョーンさんね。よいしょ。で、カウニーさん、休憩、はい。で、シバイさん。よいしょ。よいしょ、よいしょ。で、ジュースさんね。よいしょ。で、確証さんは攻撃かな。ただ、この人たちが難なく登れちゃうんだよね、きっとね。ね。やっぱ訓練違うね。もう超人も乗り越えちゃう。で、カンネさん、8だね。で、カクさんは、あ、カクさんこっちから回ろっか。どうせ開いちゃうんで。さあ、敵の武将が何人いるかだね。あ、武将が、あっちに固まってんだね。じゃあどうするか。
よいしょ。しょっしょっと。生徒広いなぁ。待ちましょうか。で、よいしょっと。で、あ、もう開ける必要ないけどね。ないけど開けちゃおう。で、はい。チョーンさんね、待とうか。で、せ、はい、カワニさん、もう一回、はい、どうぞ。あ、いけたね。ちょっと待ってね。あー、うんうん。で、芝居さん。芝居さん、こっち回ろうか。カンお兄さんが開けてくれることを予測して。で、こっち行きましょうか。上昇先生のね。ん？あ、上昇先生だったね。で、こっちはね、もう開いちゃうんで、待機しましょうか。で、大地さんが開けて、どんどんどんと。で、超飛こっち来たの間違いだね。明らかに。で、こっち、ドンと。やっぱ違うね。やっぱ訓練かな。訓練と指揮かな。本当にね。宗神さんは、城にでも見ましょうか。はい。あ、城の色が変わったということは、占領したということか。はい。テイクさん我慢の子で、はいと。で、ジョコウさんがどんどんどんと。で、加工園さん待ちで、チョウンさんがどんと。で、カンお兄さんがよっこいせと。で、一歩出たらなんかタコ殴られそうだね。ちょっとこの辺にしておきましょう。さあ、芝居さん。どんどんどん。はい、はい、はいと。で、確証さんで、おっと、確証さんもかなりいけますね。どうしよう、誰に城攻め、大地さんにしようかな。大地さんでちょっと城取りましょう。はい、よいしょ。で、カンネさんね。カンネさんでは取れなかったよね。移動量が足んないよね。はい、しょっしょっと。さあ、宗神さん。宗神さん、安全なところから入りましょうか。あなた、戦われないもんね。なんで牙乗せたのかなっていう気がするんですけど。あ、開きました。テイクさん、こっちだったのね。で、協調さんで入りましょう。はい。とりあえず、猛将の人はみんな、基本一騎打ちで行きましょうか。さあ、あ、チョーンさん、動けない。はい。さあ、カンオニさんね、突っ込んで、で、この城取りましょう。ああ、ここまで散った。計略、偽の命令ね。なかなか引っかからないんでしょうね、これね。これ嫌だな。ああ、無理か。で、上昇さんも、計略届く？あ、届くね。ああ、やっぱりね。食のね、人、そんなに粒揃ってるんでね、なかなか難しかったみたいですね。はい、張飛さんね。塞いじゃうね。ちょっとここで待とう。はい、観音さん。ね、あ、3で動けるね。え、角さんね。まあ、城だから、だいぶ粘れると勝手な、もう。妄想してるんですけど、あ、核勇士さんがいたね。あ、リゲンさん逃げた。あ、ラッキーかもしんない。あ、モータちゃんだ。モータちゃん捕まえて、あら、これはひょっとするとひょっとするのかな。しかもこれ城にいたらカンお兄さん一騎打ちとか無理なのかな。城にいる方が無理だったりするのかな。もうちょっと休んでおきましょう。総大将、あー、しまった。カコートさん休ませちゃった。あら、何これ。巨著さんね。はい、何してんの。はい、ほんとこのカーソル入るのだけどうにかならないかな。あっちから回り込んでは軍師だから来ないとして、加工園さんじりじり行きましょうか。ちょっとちなみにカオンさん、あー、1万3000まで行ってるね。減ったね。落とし穴落ちたのもあるからだね。
チョーンさんこっちから行かそっか。もうああまたカーソル早い。ね、一騎打ちできるかな。あできんだね、白からだったら。あリカイさんか、リカイさんが牙乗ってんだね。じゃあどうしようか、行っちゃおうかね。柴井さん突っ込んじゃおう。リカイさんだったら突っ込んでいいでしょう。さあこの辺で止めときましょうか。で確証さんね、突っ込んで行かせましょう。こっちだね。でタイシーさんね、突っ込みましょう。はい。でチョウヒさんね、わあカウン兄さんで一斉攻撃城からできるってなんかすんごいお得な感じがねしちゃいますね。さあもうどんどん囲んでいく方向で行きましょうね。逃げるね。あ、長州さん逃げたね。あ、玄関さんも逃げた。ちょっと待ってね。あ、城はあっちか。ちょっと遠いんだね。さあ、カコートさん、すっごい出遅れたけど。テイクさんもね。強度持ちながらこんだけ出遅れると辛いね。さあ、巨長先生が一歩。で、ジョコウさんは、もう囲みきれないね。で、カコウエンさん。あ、本当に囲みきれないや。で、チョウンさんね。じゃあ、一騎打ち今度もう一回。あら、超人さんでも来ないのか。で、しかも超人さんだったということが分かったので。もう囲むか。計略はちょっと届かない人ぐらいでしましょう。ここの大衆誰？ああ本人ね。そりゃそうだね、生徒だもんね。よいしょよいしょ。で大衆さん一騎打ちか、一騎打ちにしよっか。あ当院さんか。これはダメだね。チョウヒこんなとこいたのね。でカンネさんで、カクさんね。これあれだね。あ届くか、よかった。超人あ見破られましたね。あちょっと時間来たんでね、この辺で終わっておきましょうか。三国説でこの辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。